前進をしない人は後退をしているのだ。はい、皆さんおはようございます。徹夜トリプルスリーです。本日は水瀬小学校に来ています。まあ、コロナの影響で子どもたちがね、なかなか野球ができない。スポ少も4月5日まで伸ばされて、運動不足になっているので、今日は野球をして子どもたちと楽しみたいと思います。では行ってまいります。ランニング、はい。気温3度なんですけども、中学生半袖います。
半ぐらいトレーニングしました。はい、どうでしたか、やって。楽しかった。楽しかった。いいトレーニングになった。はい、とはなったまさか、ま、ということでね、ちょっとね、暖かい時もあれば寒い時もあった、風も強くてね、ちょっと冷たかった時もあったけどもね、いいトレーニングができたと思います。まあスポショーもね、これから始まってくると思うので頑張ってくださいね、野球ね。終わりましたか。はい、じゃあそれじゃあ終わりましょう。皆さんまた。